白山神社は、新潟県新潟市中央区沼垂東1丁目1番17号にある神社。式内社。新潟市中央区1番、堀通町にある同名神社と区別するため、沼水白山神社と呼ばれている。2019年現在の祭神は次の通りである。創建年代は不詳。社殿によれば、かつては水分神社と呼ばれた。延喜式神明帳に記された。越後国沼水郡の御栗神社にあたるが、創建当時の資料は残されていない。沼水は、信濃川と阿賀野川が合流して、日本海に流れ込む一帯に位置し、水分は、水配の意味で、灌漑の神である。沼水白山神社は、江戸時代初期の寛永年間には、大瀬山にあり、沼水地域の総鎮守とされた。信濃川の氾濫のため何度も移転を余儀なくされており、1706年5月、地の内西側へ移転する。その後、1714年にさらに東へ移転し、1725年、または1726年に、現在の場所に落ち着いた。神像、神器、古書などの写法は、度重なる洪水被害と移転により失われた。元郷社であり、式内社である。沼水に式内社は2社あり、沼水白山神社と五色神社である。上杉氏の時代には、社領百石が寄進されたと伝わるが、1698年の記録に社領十石と記録されている。江戸時代には、柴田藩藩主溝の口氏の信仰の対象となり、沼水の真言宗読聖院が別当を務めた。境内には本殿及び、拝殿のほか、末社、社務所、長図、毎度の鳥居、一体の狛犬のほか、複数の石灯籠がある。石灯籠の最も古い年代のものには、白山宮と刻まれている。2016年2月5日、仮遷座祭が行われた。仮遷座は、建物を解体せずに移動させる、営や工事の手法をとって行われた。本祭は、栗の木バイパスの拡幅工事に伴い、本格的な工事を前にご神体を仮宮へ移すために行われた。ご神体が本殿を離れるのは約170年ぶりであった。同年6月12日、再び営や工事によって高さ約11メートル、重さ約50トンの建物を約2メートル参道側に動かした。500人の協力を得て行われた。境内の末社には、変額によれば、菅原大臣、小峰大臣、大仙大臣、秋葉大臣、淡島大臣を合祀する。また、祭神を神明天神稲荷とする資料もある。摂社写し明神祭神、2019年時点における主な祭神は次の通り。沼垂祭の前身である白山祭の起源については、諸説あり、始まりは大瀬に所在した時代である。開催時期は、基本的に旧暦の七夕にあたる8月15日、16日の両日。前夜祭りは19時から約30分かけ神輿への神霊移しの神事を沼水白山神社内行われる。本祭の昼の部は、神輿が午前8時に沼水白山神社をスタートする。夜の部は稲荷神社に神輿、各町内会の灯籠が参集しスタートする。2014年から東新潟中学校の生徒が灯籠の絵を描いている。沼垂祭は旧沼垂町の市街地区で開催される。所在地交通アクセス周辺注釈出店ほか、現地看板、新潟日報社2011年8月18日、2016年1月19日、2016年2月9日、2016年6月14日。2017年1月19日、2018年3月31日、2018年8月15日を参照。ありがとうございます。